みなさん、ボンジュー u r 都キューバーです。最近よく聞くのは、株価が上昇しているのは5メグラのおかげだけじゃんですね。こちらは情報技術セクター、ハイテク株と S&P グラクの相対パフォーマンスの推移です。今、コロナ前の水準を突破したんですけども、 注目されているのは、ついに、ドットコンバブルの水準を突破したことですね。要は、20年間もかかったんですけども、ハイテク株のアウトパフォーマンスは、歴史的な水準を突破しました。また、S&P グラクの上位10メガロを見たら、皆さんも知っているんですけども、ハイテク株だらけです。 アップル、マイクロソフト、グーグル、メタなど。そこで気にされているのは、この上位10メガラのウェイトです。合計全体の約30%も示しています。これも歴史的な水準です。要は、S、エースピグワクも、縮々と上昇しているんですけども、単純に、 ハイテク株は全体を押し上げているだけだと警戒している人も多いです。他に問題視されているのは AI ですね。AI 関連の銘柄もちょっとやりすぎます。こちらは AI 関連銘柄の年初来リターンです。倍以上になっている銘柄は3つもあります。ただ問題は この AI 関連銘柄の中に先ほどお話しした S&P 学の上位10メ柄のハイテク本を履いています。それは AI 関連銘柄は単純にバブルになっているんじゃないかと警戒するのは当然のことかなと思いますね。本当にバブルだったら短期間だとまだ上昇する可能性は 十分あるんですけども、今後はとんでもない崩壊になってもおかしくないです。ドットコンバブルはそうでした。こちらは2000年のドットコンバブルの時のナスダックです。株価が三角形になってるのはあんまり見たくないですね。2000年のピークから即打つまでに2年半もかかりましたし、株価が マイナス80%の暴落になりました。今回も AI バブルの崩壊を警戒すべきなのか。S&P グワークも暴落する心配があるのか。今日の内容も必ず最なかと思いますので、ぜひ、いいねボタンを押していただければ大変助かります。またぜひ、 チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。こちらはナスダキ100の株価と EPS の推移です。グレー色の線は EPS、赤色の線は株価です。2000年のドットコンバブルの時は株価が高かったんですけども、問題だったのは EPS です。全くなかったです。 EPS は企業の利益を示します。U は EPS はゼロになっているのは、その企業は全く利益を出していないということです。なので、今後の成長だけが期待されて、バリュエーション、PR はとんでもないことになりました。この状況は当たり前ですけども維持できないです。ただ、 今は全く違う状況になっています。ここ20年間でナスダックの EPS が高騰しました。しかも今はナスダックの EPS は S&P グの EPS を超えています。要はハイテク株は最も収益の高い企業になりました。なのでドットコンバブルと いいも低くするのはあまり意味がないと思います。もちろん今後は株価が下がることがないとは言っていないです。ただ、バブル崩壊的な暴落は正直ありえないと思います。暴落はついに去年にありました。そんなにすぐに再来しないです。また、前回の動画でも すすめしたんですけども、先週、ナズダキ100は、52ウィークハイ、1年高いのを更新しました。9ヶ月ぶりのことです。そこで、過去には、1年高いのを更新するまでに、半年以上かかったら、それ以降のリターンはどうだったのか、答えはここにあります。1985年以降、こんなことは、 4回ありました。12 months。1年後のリターンを見ると、そこそこ期待できるかもしれないです。なんでかというと、必ずプラスだったからです。リターンの平均は、プラス16.8%、中央値は、プラス4.9%でした。もちろん、いつも通りですけども、 過去はこうなったから、今後もこうなると全く保証できないです。あくまでも参考データだけです。株価が上昇しているのは5銘柄のおかげだけじゃん。という反論に戻ります。このリストは、時価総額100億ドル以上の大型株を対象しています。52ウィークハイ、1年高値から、 どのぐらい離れてるのかを確認すると面白いことがわかります。実は178メ柄も1年高値から5%以内に収まっています。しかもそれを中型株まで広げると319メ柄になります。5銘柄だけじゃんというのはやっぱり言い過ぎですね。 もうすぐ大きな暴落が来ると正直見えないです。最後に少し FRB の話をしておきます。ポール議長から重要な発言がありましたので説明しないといけないですね。ポール議長は金融セクターの問題を見て我々の目標を達成するために 続く金利をそれほど上げる必要がない可能性がある。と述べました。ここで言う目標はインフレの抑制ですね。それを達成するために予想ほどの利上げは不要ということです。つまり言わずに言いたいのはインフレは収まりつつあるので利上げはもう終わりかもということですね。特に リアルタイムのインフレ率を見ると4月中には少し心配だったんですけども5月ではちゃんと減少が続いています最新の数字はなんと3.15%まで下がっています年初来で安いのを更新していますとてもいいことです次回の CPI インフレ率は 6月13日です。その翌日、6月10日は FMC です。政策金利はどうなるのか、その時にわかります。その前に、6月1日までに、債務上限の話はどうなるのか、これも見ないといけないですね。忙しいですけども、頑張ります。 それでは、皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画は、ん良かったと思っている方は、ぜひ、いいねボタンを押していただければ大変助かります。また、ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。あとは、Twitter もやっていますので、ぜひ、フォローお願いします。 リンクはゴロンに貼っていますので、ここにおてればと思います。最後に皆さんから何か説明してほしいのがありましたら、ぜひ下の方にコメントしていければと思います。コメントに必ず回答しますので、何でも言ってください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次回で。